やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。電車の中でガッツリ寝ちまった。今藤沢駅なんで、そう藤沢駅ここだね。ここから江ノ電に乗って、まあ湘南を目指していきたいと思います。今日のルートとしては、まあ、藤沢駅からまあその江ノ島がある駅に降りて、まあそこら辺散策します。まあいろいろあるんで、で最後、江ノ電、江ノ島をエスカレーターでジャーって登り、イルミネーション綺麗だねさようならのプランで行かせていただきたいと思っております。よろしく。機材は配信技研さんがしっかりとパワーアップしてもらいまして、画質も2倍ぐらい上がったらしいです。見てればわかります。江ノ電ですね。ほらここだね。意外と近かった。10分着いた。この電車は4両編成です。こっちまで行くと鎌倉なのか。言うて鎌倉の方は配信で見れるとか少なそうだな。とりあえずちょっと何でもいいからご飯食べれる場所に入りたいな。これ生しらすあるんじゃない。売り切れてる。売り切れるんだ、ちゃんと。うひょーうひょーすっげーや。すんげー。これ配信でどう映ってるんだろう。あれの島ね、すげーな。江の島やばくない？時間帯やばくねえか。マジで綺麗だ。あらら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 。どうも。こんにちは。こんにちは。え、地元民ですか？あ、違います。最近京国来たな。仙台からたまたま。あ、旅行中今、はい、マジ前から決めてて、ここに行く。あの、4年前からずっと見てて。マジ4年見てくれてんの。ありがとう。え、で、今日たまたまあったタイミングが。そうそうです、江ノ島。ありがとうございます。ツイート見たんです。あ、なるほどなるほど、そうか。来ないと思ってたんで。横浜から江ノ島来てたもんね。そうそう、うん、え、もうここら辺さ探索したの。あ、そうです。一通りは江ノ島で。お店開いてた。普通に。じゃあ今からちょっと行ってみるわ。ありがとうね、来てくれて。ありがとう。はい、はい、またね、バイバイ。さよなら、楽しんで。はい、バイバイ。仙台から旅行中だって。4年も見てくれてんだってさ。わっ、すいません、なんかこんにちは。どうも、早いな、スパンがトントン来るやん。すごい、タイミングというか弱くて申し訳ないんですけど。え、地元民？地元よく来る？あ、藤沢らへん？藤沢にいて、うん、ここらへんも来ない。いや、前は来たんですけど。あ、なるほど。今年受験生で。あ、受験生でよく来てくれたな。いや、もうさっきまで俺藤沢の塾で自習してたんですよ。ありがとうね。はい、またね。はい、頑張って勉強。え、ちょっと俺ちょっと完全に個人ならになるんだけど、バニーガール先輩の聖地っていい？ここじゃね？あ、ちょっともうちょっと丸かったよな。場所がわかんねえ。邪魔すってあれ撮ってるところ初めて見た。飛ぶやつ。いや、俺も飛んでみようかなと思って。みんなスクショして、俺が飛んだ瞬間。わかった？あ、ここら辺に飯屋がたくさん。こっちもあんのかな。
ここに行くと死亡するんだよね。ここは死亡する。さて、いい食事どころ見つけますかね。あ、どうも、こんにちは。ここで待ってたな。いや、ちょっとあのバイクで来たんですけど先に来ちゃって。あ、なるほどなるほどなるほど。それだ、ハンダル道行ったじゃないですか。あ、行った行った。ちょっとご挨拶に行こうって。他の上に神社とかもあります。あ、そうか、神社もんなか。恋愛成就のところなんで。恋愛成就のところ。死ぬってや。本日生仕上げの水揚げはなしです。いや、今日全滅っぽいぞこれ多分。1名様でかかる。あ、遅いか。はい、あ、あ、大丈夫ですか。はい、あのお席整ってますので、はい、お願いしますね。これ生仕上げってやってますよ。今日水揚げなしです。なるほど。一応ね、あれば朝取れればね、12月の末まではやってます。わかりました。じゃあ釜揚げの方お願いします。はい、釜揚げしらす丼と、はい、あ、そうですね、あと釜揚げしらす単品でいいですか。単品でいいです。ついてますけど大丈夫。釜揚げしらす小漬けでお刺身定食で。いや、しらす丼食べちゃいます。釜揚げしらす丼とお刺身定食でいいですか。はい、単品でお願いします。はい、じゃあご飯も入って平気ですか。はい、大丈夫です。こちらもうセットになっちゃうんですけど。はいはいはい、あ、セットになっちゃう。はい、分かりました、大丈夫です。こちらとお刺身定食でよろしいですか。はい、お待たせしました。はい、釜揚げしらす丼です。お好みでお醤油で召し上がってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。おせん、はい、日本酒もらっていいですか。はい、お願いします。日本酒は常温と、はい、冷酒と熱燗とありますが、いかがなさいますか。熱燗で。熱燗で、はい、はい。さて、いただきます。じゃーん。ストップ、や、配信中はいいって。君らがセーブしてくれるでしょ。でまずまんま食ってみようかな。マジお土産付き。はい、はい、ちょっとありがとう。いたこせんべいよ。ちょっと講義中に江ノ島くんって聞いてもう速攻で金を渡してきました。ありがとう。ほら探してたんだよ、たこせんべい。めっちゃ嬉しい、これは。ありがとう。配信中とかにちょっと食べるわ。ありがとう、またね。ありがとう。写真撮れ。一瞬写真撮れ。撮ろう。どういうか。めっちゃ脂乗ってる。すげえ。すいません、焼きハマグリお願いしていいですか。はい、焼きハマグリ1個から頼みますけど、この2個でいいですか。2つでお願いします。はい、いただきます。いただきます。めちゃめちゃ食べました。もう一つめっちゃ。食べれるようには見れない。
見えないけど、すごい。大丈夫かなと思って。なんか心配そうな顔してましたよね。いけるかなみたいな。確認しちゃって大丈夫って。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。忘れ物ご注意ください。はい。あ、やっぱこの道は風情がありますね。温泉が意外とたくさんある。さっきとは違う温泉じゃないこれ。富士山の見える江ノ島天然温泉。何手つないでるってコメント。小学生。なんか TikTok でどっか脇道入るとさ、いい場所に入れるみたいな、なんかここだった気がするんだよ。こういうクラフト見えてるかな。ここが江ノ島の隠れスポットみたいな感じで TikTok で紹介されてたけど、ちょっと風もせえし地獄とかしてる。うわすげえことだ。うわこれ上まで登るはちょっと無謀だから、これがあるから最高なんだな。ただいま発見中です。マジで前だね。中学生の時とかじゃない来たの。簡単。マジ勝手に一人で。ありがとう。めっちゃ助かる。すげえ寒かったね。ありがとう。とつるために買った。写真撮りました。ありがとう。わざわざ買って。またね。バイバイ。あったかい多いお茶をいただきました。あらら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 。まだ俺一個登るよね。え、ここゴールじゃないよね。どっちにエスカレーターあるんだろう。こっからイルミネーションが始まってる。うわ、すげえ。いや、これ。六本木とかの日じゃないんだが、あらららららららあらら、すんげえや、めっちゃ綺麗。間違いなく一人で来るとこじゃないな。なんかあるし、俺あそこ通らないといけないの。地獄かって。死ぬんでねえか。ちょっとこれ破壊力エグいかもしれない。これ多分エグいぞ。ここ BGM も変わって、ちょっとさっきのエリアとは違うんだよな。やば、あそこ。やばいな、まずいなこりゃ。まだ俺は誰だぞ。ほらついてこれてるか。呼吸荒くなってる。心拍も早い。だから俺は生きている。何のエリアだ。うわすげえ。マジで一人で来てるやつに。そりゃいねえわ。ここ一人で来るやつにマジでいないやろ。何の用事があるねんここに一人で。そう、チューしたい。バカなんか。それか、俺たち。チューしたこ。もう。そうですよ。行こうぜ行こうぜ。いつから見てんだよ。前のシーズン決まったぐらい。ああ、なるほど。じゃあロルミ。ちゃんとそうです。ああ、何使ってんの。このリーシーポニーです。行こう。あ、ここめっちゃメニュー多いけど、しらす系。そうかもしれない。もつ煮込み、おでん4個。ここちょっと撮ってみようかな。ホームビデオ撮ってるんですけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、行きます。まずもつ煮込みと、はい、おでん4つ、はい、大根、
はい、厚揚げ、はい、こんにゃく、はい、はんぺん、はい、あと、日本酒の熱燗、はい、どうしようかな、日本酒の熱燗1号、はい、お願いします。お願いします。何やってんの。いただきます。おたちえじゃあ、どういうことこれ。あー、なるほどね。お、へー、系じゃない。汁は珍しい。いただきます。うん、うん、うまい。はい、ありがとうございます。あー、ダメですか。あー、やばい。あー、ダメですよ、ダメですよ。全然全然。熱いものを頼みすぎた。大根もはんぺんも厚揚げも食えん。すいません、はい、小皿もらえますかね。小皿、はい、すいません、はい、ありがとうございます。すいません、はい、しらす入り、しらす入りの卵焼きお願いします。卵焼き結構時間かかっちゃいますけど大丈夫ですか。あ、どんぐらいかかりますかね。あ、本当ですか。そういう、そういう、あの、準備をしてなかったからさ、なんか、ご主人様って言われてもさ、ご主人様って言われるようなお店に入ったらそりゃなんないんだけどさ。はい、さっきからさ、コメント、まずさ、あの、にょーんじゃないから、すいません、はい、にゃんカップ江ノ島の梅酒の方お願いします。あれ？結構やってきてんな俺。そういう楽をする方法で材料だね。なんで名前はスタンミナの。これマジで無限に説明してるけど、スタンドバイミーが好きやろね、映画の。バン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 バーバーバンバン、少年4人が旅をする映画。もともとは俺はガキンチョン頃、コンコンパスっていう。ごちそうさまでした。はい、大丈夫ですよ。いやいやいや、全然問題ないです。またいらっしゃいください。はーい、美味しかったです。あいにゃん、ありがとう。はい、あいにゃん。はむはみえ。凍え死にそうだったね。マジで寒かったっす。マジで寒かったっす。ごめん、めちゃめ、めちゃめちゃ飲んじゃった。今日仙台から来ました。は？は？あの僕トレンディーインジェットいいちょっとハグさせて。ちょっとハグさせて。マジかよ。同い年。マジ？いつもありがとう。見ます。マジかよ。また配信で待ってるから。またね、ありがとう。マジありがとう。はい、ありがとうございます。またね、気をつけて。バイバイ。バイバイ。やばー、やばかったな。こんばんは。さっきコメントした。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。撮れましょう。ありがとうございます。ありがとうね。
またね、はい、DM してバカで、はい、はい、バイバイ、またね。めっちゃ可愛いやん。最初の方のさ、俺散歩配信とか1時間半で終わってたんだけどさ、マジでぐーたらぐーたらするの慣れてきたらさ、しかも酒も入ってるし、5時間10分とか配信しちゃったわ。長いマジでクソ長い。こんにちは。こんにちは。チャリで生きてるな。危ねえ。ギリギリだったらもうそこ。メガネで帰ってくれてありがたいっす。あ、なるほど、そこの駅で終わってたぞ。え、何それは。シェリオス。なんだお前、寒い時にこんな寒い時にお前こんな持ってくるのよ。ありがとう、来てくれて。いやでもチュリオス耐水飲むわ。大容量 700ml の女。電車の中に飲んでください。電車の中で飲まね。ありがとう、またね。写真いいっすか。いや撮ろう撮ろう撮ろう。はい、ありがとう、ありがとうございます。またね、ありがとうございます。気をつけて。はい、ありがとう、寒い中来てくれて。またね、ありがとうございます。はい、バイバイ。はい、というわけでまたいろんなところに行くんで、トツしてくれる人は待ってます。これも楽しみにしてますんで、よかったら会いましょう。はい、というわけで今回は、江ノ島配信でした。イルミネーションを見る以外はほぼまあベロベロに飲む配信みたいになっちゃいましたけど、今日はこのところで終わろうと思います。江ノ電でゆったり帰ろうと思います。楽しかったかい？また外配信するわ。よかったら来てください。